にちは、はるあんです。今日はじゃーん、一人暮らしのお部屋です。まだね、カーテンもテーブルもなんもないんですけど、とりあえず無印良品週間だったので無印の購入品の紹介をしたいと思います。ちょっと夢だったんですよ、一人暮らしの購入品みたいなの。だからやらせてくださいね。それでは早速ご紹介しましょう。どうぞ。置かない。ちょっとね、ハサミもないから。そう、一人暮らしのね、部屋を借りて報告動画以外では一発目の動画がこの動画になります。なのでね、今私の家にはテーブルも本当にカーテンもないし、キッチンもなんもないし、何もないんですよ、とにかくじゃあまずは一つ目はですね、じゃーん、食器用拭き布巾。食器ないんだよ、食器ないんですけど、まずは布巾でしょと思って布巾買ってきました。これ実家でもね使ってるんですけど、布巾12枚組、縁カラー付き。これ可愛いんですよ、この縁のカラーが可愛いよね。499円、12枚組で499円です。この布巾はね、結構水も吸ってくれるし、1枚が結構このぐらい大きいので、大きいお鍋とかも軽々拭けちゃうのでいいなと思ってます。12枚も入ってるから当分布巾には困らないだろうと思ってます。そして次はじゃーん、スポンジです食器洗い用スポンジで、スポンジはまずはキッチンに置くでしょ。あと洗面所とかにも必要だよね、洗面台をこう洗ったりするのにも。だからスポンジはね必要かなと思って、1個100円だと思うので安いかなと思って買ってみた。さあ次はこれだ、じゃーん、キッチンタイマー。そう、キッチンタイマーもなんで先にキッチンタイマーって感じだと思うんだけど確かにそう思うんですけどね、無印に最近私ちょっとハマってて、てか無印の良さにやっと気づいたんです。それでそれをツイッターでつぶやいたの、無印にハマりましたって。そしたらですね、皆さんおすすめを教えてくれて、その中でもキッチンタイマー使いやすいよっておっしゃってくれた方がいてね、そうそう、で買ってみたんですよ。こんな感じになってます。よし、お、電池入った、電池入りました。で、もう一回カチャッと、しまった、しまったしまった。1円も大事なお金ですからね。よし、中に入れて、おー、できたータイマー。あ、ちょっとかっこいいかもしれない。で、これどうやって回す、あ、もしかして見て、光るかな、大丈夫か、回すとどんどん時間が増えていく、面白い、初めて見た、こういうやつ。じゃあとりあえず30秒ぐらい回してみます。30秒、いきますよ、よーい、スタート。おー、え、ちょっとこのタイマー面白いかも、いいかもしれない、これ絶対使いやすいよ。いいね、いいね。5、4、3、2、1、あ、ピー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 って結構ノロノロタイムだねノロノロですよね。私今うちに使ってるのはピピ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 か、バーってなるやつしか使ってないんで、可愛い感じで鳴ってくれるタイマーでしたね。結構キッチンタイマーいいかもしれないです、皆さんもよければぜひ。でもこれちょっと高かった気がする、1500円ぐらいした気がするので、まあとにかく気になった方はぜひ。はい、次はですね、これじゃーん、コロコロです。コロコロはね必須かなと思ったんですよ。テーブルとかで来た時にこうテーブルの下のカーペットとかもコロコロしたいし、実家に麦ちゃんがいるから、やっぱり猫の毛って自分についてると思うから、その猫の毛を取るためのコロコロ、あ、そうだ、ハサミがないからタグも取れないよ400円ぐらいかな、390円でした。面白い、初めて買ったコロコロ、なんか家にあるものと思ってたから、あ、買わなきゃいけないんだ自分でって思ったんですよね、無印でこれ見た時。おー、便利だね、意外といい感じじゃない。まだ掃除機もないんですよ、実を言うと。なんだけど掃除機なくてもコロコロあると結構楽だなと思う時あると思うんで、コロコロね。で、じゃーん、この大きいのは、おお。箱です、どっこりゃん私料理物とか全部今実家にあるもの全部こっちに持ってこようと思うんですね。で、そういう時に多分書類とかすっごい多くなると思うので、とりあえずこの箱を買ってみました。
なんかあの無印にはね、綺麗な人がすごい使いこなせそうなクリアケースみたいなのがいっぱいあったんです。だけど私あれ使いこなせない気がしてならなくて、こういう大きな箱なら乱雑にガーって何でも入れられるからそれにしようと思ってまずこれを買ってみた。でもこれいいかも、すっごいしっかりしてる。折りたためるのにしっかり、すごいしっかりしてる。そう、なんかこう料理本コーナーとかも作りたいよね。こういう棚、壁にさ棚を作ってさ、ビシーッと本が並んでるの夢なんですよね。皆さん一人暮らし始めるってなった時何を買いましたか？なんかさ、これがあると便利だよっていうものあったら教えてください。さあ次はですね、これです。じゃーん、見えますか？竹のお箸。私まだ自分用のお箸も買ってなければ、もしねあの来客があった時のお箸も何にもないなと思ったんで、とりあえずいっぱい入っているこの竹のお箸を買いました。竹のお箸って使いやすいんですよね、軽くて。そうそうそう、日本製だったの、安心して使えるだろうと思って、まずはね竹のお箸にしてみました。はい、じゃあ次はじゃん、このダブルリングノート。これはですね、私大好きなんですけど、今も別に一人暮らしじゃなくても使っているんですが、このノートが私のネタ帳になってます。日々の、ちょっと今のノート持ってきますね。じゃんじゃらじゃーん、じゃんじゃんじゃんじゃーん。これが今のノートですね。何ら変わりはない一緒です。一緒のものを何回も何回も買い足してるんですが、そうね、例えばこの間あげたフライパンでシナモンロールの動画はこうやって分量を全部書いてあります。ザーッとですけどね、分量を試食の時とかに何回も書いて、こんな感じでネタ帳を使っているんですけど、レシピもそうだし、で隣にはタンドリーチキンかな、これタンドリーチキンを作った時の分量を超適当にメモってあったりとかこんなネタがいいんじゃないかとか、こういうレシピがいいんじゃないか、こんな企画やりたいなとか、そんなことが一冊に詰まってて、多分これ何冊あるかな、5、6冊はもう溜まってると思います。でこれは新しいノートね、なくなってもいいように新しいノートを買っときました。で最後はじゃーん、リンゴジャムサンドクッキー。これもツイッターでね、あのおすすめだよって言ってくださった方がいて、食べたかったから買ってみた。いただきます。うん、うんふん。でもこれ一袋のビスケットあっという間に食べちゃうだろうなと思ったら大変、食べ過ぎ注意だ。お茶が欲しいそして実はこれ今座ってるのベッドなんですけど、ベッドも買ったんです、無印で。なので結構無印多いかも。ハマってるね、時期がちょうどその新生活を始めるスタートの時だったから無印のものが多くなりそうです。でもこのベッドいい感じかも、ふかふかしてて寝やすそう。まだ寝たことないけど座ったことしかないですが、まあ、とりあえずベッド買ったのと、無印でいろいろ新生活に必要なものをできました。最後まで見てくださってありがとうございました。こんなものおすすめだよって教えてくださいね、コメントで。ぜひぜひお待ちしております。この動画で少しでも無印行ってみたくなったよと思ってくれた方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。無印でお買い物した後にドラッグストアに行ったんですね。で私何を買ったと思いますか？シンキングタイムスタート。ブブー、皆さん外れです。正解はですね、ゴキブリの避けるあの黒いやつもう今から一人暮らしでゴキブリが怖くて仕方がないんです。ひょえー、怖いよ。どうか見えないところにいてくださいと願うばかり。絶対いるだろうな、うわーっていうだけでしたバイバイ。